もうしとるけどしませねって。こんばんは、ギョーテンナです。イエーイ。はい、というわけでなんかクリスマス仕様になっててびっくり。わお。始まってないか。なんかバグってる？壇上にさ半分しか立ってないんやけど、人がっていうかアバターが、なんでだろう。さっきアップデートしたばっかなんやけど、なんかさっきショールームしようと思ったらさ、なんやっけ、アップデートしてくださいってなってさ、アップデートね、さっき、ほんとさっきしててん。なんかちょっと若干遅れたんよ、配信が。そう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 。今度は50万ポイントまである。50万、今までの倍以上やん。50万とか。ほいってさ、今まで毎日さできるとき割と1時間やってきたけどさ、それでさ20万あれやったのにさ50万。そんな人気メンバーじゃないからいけないよ。今日プレゼント送りましただって、ありがとう。今度24日劇場に行くので受け取れるかなと思ってます。ただなんか全部持って帰れんかった分が若干残ってるからね。そうなんや。ピンク似合いますか？ありがとうございます。これにゃんにゃんさんのやつやで。ほら、これにゃん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 ふんふんって書いてる。読めへん。このフードが大きいのがいいよね。フードがちっちゃいやつってあんま好きじゃないんですよ、かぶれないから。フードをキューってなり頭ってなるから、これぐらい大きい方がいい。しかもこれもめっちゃ袖が長くてすごい手が隠れるから寒いのですごくありがたいです。このいっぱい着込んでもいいっていうやつ、中にいっぱい着込めるやん。最高じゃない。まあでも最近はトレーナーの方が好きですね。そう、なんか最近はなんていうの、パーカー、あ、そう、よりあのトレーナーの方が好きですね。え、プラメ来ないから心配してた。プラメ来ないから心配してた。プラメ今日2つも送ったでいいな。え、来てない？そんなはずないやろ。マジ来てない？うっそ。は？どこ行ったん？うちのプラメ。え、ちなみにおはようメール10時45分、こんにちはメール15時43分に送ってます。もうすでに2通送ってるんですよ私今日ね。え、届いてない？しかもちゃんと送信ボックスに送信されたんやけど。はあ？何やと？え、なんでマジで。なんでマジで。なんで来てない。なんで来てないんじゃない、なんで遅れてない。は、2つも送ったんやけど今日。おいおい、そんなことあるか。え、
嘘マジだって、しかもちゃんと今日さショールームも夕方頃にしたいと思います、15時から18時頃かなって書いてんねんけど、わざわざそんなことある、なんでプラメ届いてないの、そんなことありますかね。マジありえないんだけど、もう一回送ろう同じやつ、ちょっとおはようから送るわ、せっかく書いたから。なんでシンプルに謎なんだけど、マジなんで、もう一回送ろう。ちなみにこんにちはも送っとくか。よし。で、これで、土日送った。え、もしかしてワンチャンさ、割と今まで送っとったけど届いてなかったこと結構あった説ある、これもしかして、まあいっか、送ったで、おはようとこんにちは、朝送ったはずのメールと昼に送ったはずのメールを送りやした。なんでまあちょっとあのいろいろとあれですけど、そっか、ショールームの告知もメールでさあの送ったんですよ、そう15時から18時頃な、夕方にしますねって言ったんですけど、まさかの届いてなかった、ただ単に私めっちゃゲリラに言った人みたいになってるけど、そうそうなんや、なんかシンプルにあれなんかと思っとった、755とか書いてないだけかなと思って、みんながなんかあのビンゴのさやつのコメントはめっちゃあったからさ、なんかみんなそっちの方のあれで、まあ普通にあれなんかなって思ってたから、あんま気にしてなかったけど、そういうことね、まあ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 、フォローしましただってありがとうございます。うん、プレゼントと手紙持っていきますって、ありがとう。外れたけどプレゼントとお手紙だけ持ってきてくれるの、ありがとう、わざ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 足
足を運んでいただいてありがとうございます。12月からスタッフさんたち忙しいのかな。あ、スタッフさんは常に忙しくない？だって今やってコンサートのレッスンとか、あ、どのスタッフさん？シアターのスタッフさん？でもシアターのスタッフさんだってお休み欲しいじゃない、やっぱり。お正月お休み、お正月？お盆か、どっちや分からんけど、お休み欲しくない？そんなだってほぼ毎日劇場なんてさ運営されてるんやからさ、やっぱね実家に帰ったりとかしたいじゃない。だからきっとそうなのよ。うん、そうそう、そうなんですよ。あ、メールチェックの方ね、スタッフさん忙しいのかなって。あー、いやどうなんやろね、分からん、それは分からん。だってプラメなんて人によるからね。なんか一日めっちゃ送ってそうな人はめっちゃ送ってそうやん。でも一日いつ送る人もおれば、まあ、送らへん人もおるやろうし、まあ、まちまちやからね。なんかどんだけの人数でどんだけ管理してるのか知らんからさ。そう、ねえ、どうなんですかね。うん、そこは分からんな。ね、教えて業点はまた今度だ。そう、一応ね朝昼晩送ろうと思ってるけど、忙しくなるとね割と少なくなっちゃったりとかしちゃう、時間的にね。プラメを送れる時間より前にねもう仕事しだしちゃうとなかなかね。で夜もさ終わった時間が遅かったらね、ってなっちゃうからね。これなかったっつって、みんな読んでんのかな、読んでんの、みんなって、あれみんな読んでるんですか。たまに読んでなんか、あーちょっとまだ読んでないとかってね言ってる人もいんのよ、たまに。
そうそうそう、なんかそのフラム読んだら分かる、読んでくれた人は分かると思うんですけどとか誰とかねするとね、なんかあーいやちょっとまだ読んでないとか、なんかあーちょっと溜まってますねとか言う人もたまにいるんですよ。そう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 、まあいろんな人がいますからねそう、そうなんですよね。まあ忙しいっていうのもありますからね。そうですよね、もう一日中手がもう離せないっていうぐらい忙しい、忙しいよね。どうしようかね、どうしようかねじゃあ今ね、なんか話すネタないかなと思ってこうやって探してたら、どうしようかねっていう言葉が口から出たわそう。アプリ版とメール版で画質が違うんだなって。あ、そうなん？初めて知った。そうなんや。そっかそっか。ビンゴ楽しみ。うちもあのコメントと。いいねとか押したから、まあよかったら見て、あの飛んでください、 UR なんていうの、それで飛んでください。そう、まさかのね、この世で私が最も苦手な萌え企画だったんですよ。まあマジ頑張ったから見てください皆さん。予告に私使われてたんだけど、嬉しい、嬉しいんだけど、頑張ってよかったって思いました。あの萌え企画頑張ってよかったと思います。予告使われてたんで、まああのまだね何も解禁されてないから何も言わんですけども、ぜひ楽しみに。そそうそうね、あとあと、そうね、あのドボンのあのイベントでのやつだったんで、いやー嬉しいです、ありがとうございます皆さんめっちゃ噛むやん、ありがとうございます皆さん、あの皆さんが頑張ってくださったおかげで、もう久しぶりに AK ビンゴ、まあネオですけども、 AK ビンゴネオは初めてでしたし、 AK ビンゴもね、収録回数で言って私3回しか参加したことがないんですよ。これ、今回の含め AK ビンゴ時代だったら私2回しか出たことがなくて、一番最初に出たのはチームメイトがまだ加入してマモシの時に、先輩方とエイトは、地方から来てるっていうので、ご当地のグルメの紹介みたいなやつで、その紹介する県の子が呼ばれたんですけど、それで1回出させていただきました。で本当に加入したマモシの時ですね、1回だけ出て、2回目はもう AK ビンゴが終わる、割ともう終わるぐらいの頃、赤チェック、あ私赤チェック着てるやつは出てないです。なんかね青いなんかワンピースみたいなやつので出たんですけど、そうで、もう1個は
浴衣を着ての回、まあ、放送分で言ったら2回分だったのかな。でも収録は1回で撮っちゃうのであれなんですけど、そうですね、だからそれ、まあ、回数で言ったら3回分かなかな、しか出たことがなくてですね、 AK ビンゴに。そもそもそうなので、そう、それぶりの今回ビンゴだったので、なんかあんまりね、そのね、あのビンゴっていうものがどういう感じなのかちょっと若干わからない、若干なんかその視聴者ではあったんです。それこそ AKB に入る前から AK ビンゴはずっと見てたので、ですけどなんか実際に立つって言ったことあんまり経験がないので。そう、あ、ファッション対決も出てたじゃん。そう、ファッション対決とあの浴衣のやつは一緒ですね。そう、でもなんか呼んでもらって収録したのは2回しかないので、そう、あの一気に何回か分撮るんですよ、収録ってね。それでちょっと何回放送分か忘れた、ごめんあとはあとビンゴの最後の方に曲あるじゃないですか、曲、あの曲にも何回だっけな、何回か参加させていただきました。8曲とあと先輩の普通にあのシングル曲みたいな曲も出させていただいたんですけど、本編っていうのはね、なかなかね、そう、呼んでいただいたことがなくてあれだったんですけど、そうですね、ちょっと本編の経験はあんまりないです、その分。でも収録分で言ったら3話かな、その対決、コーデ対決とあと浴衣着たやつと一番初期の頃に出させていただいた3回分かなと思います。ただそのコーデ対決が何週にわたってたかがちょっと若干忘れたんだけど、あと浴衣の回も何週に分けてあれだったのかが、あの大体ああいうのって前半後半ってなるじゃないですか、じゃ あれが何回分の放送だったのか忘れちゃったんですけど、そう、主にのその日のあの何て言うな話っていうのとコーデ対決のやつと浴衣着させていただいたやつと初期の頃に出させていただいたやつかな。そうなんですよ、あまり呼ばれなかったんで私は。あれなんですけど、また出れてよかったです。あんま出たことなかったからこそ嬉しいもんですもん。あ、うん、ハッシュタグとかあとハイテンションも出させていただいたかな。そう、まああとは蜂の巣47ルートは私出たっけ、いや出てないかとかぐらいかな。うん、かな多分ね、あんま覚えてないもん、昔やからな、トータル7年間やからな、ちょっとあんま覚えてないわ。そう、そうですね、トータルな、うん、懐かしいですね。
か何に出たのかちょっとあんま覚えてないです。好きな好きだもん、あー出たんじゃないかな多分。そんなちょっとね細かくはあんまり覚えてない。多分出たかもしんない。一応選抜だから出たかもしれないし出てないかもしんない。どっちでしたっけね。一番出演してるエントメンバー誰でしょうね。今も現役でやってて一番出てる。でもゆいゆいとかりんりんじゃない多分一番出てんのは。そう、あさってケーキ食べる。だってケーキ、うん、多分多分24日でしょ。24日劇場なんだよねうち。いけんね、うん、まあ食べたら食べるかもしれない。分かんない。買ったら買えるかもしれないし、どうだよその時のあれかなって。うん、そうなんで私どうだろうって感じですかね。うん、劇場で用意されてることはないんじゃないかな。どうだろう、わかんない。生誕祭のケーキは食べれないもん。生誕祭のケーキ？何それ。生誕祭の時にケーキ出ないよ。ニュースさん元気かな。いやそれな、本当に最近劇場公演してるんですけど、雫公演も雫公演にもねやっぱ体調があんまよろしくないらしくて、なんかツイッターとかでもさ、そのメンバーがさ、その雫公演のやつに対してつぶやきでさ、なんかちょっとまた僕体調が悪くなって見に行けませんみたいな、よく引用とか返信してらっしゃるじゃないですか。だからもしかしまたね体調があんまりよろしくまたなくなっちゃったのかもしれないですね。最近ねそう劇場にもね、そうなんですよ、お会いしていなくてどうなんでしょうね。ねちょっと心配ですね。お忙しいお方ですからね本当。あ、いつの間にかあれなんだっけ、壇上が治ってるわ。うん、バグってたやん、いつの間にか治ってる。
ね、早く治ってほしいよね。本当に、まあでももう無理だけは本当にしないでいただいて。でもね、無理しないでほしいけどさ、でも割と無理しないとね、もう忙しいからね、忙しいってもう若干無理しないとはもう成り立たないからさ、本当になんかそういうところね、本当になんかちょっと難しいよね、そういう塩梅ってさ。お話かな、決まった、決まってない。25でしょ、25は決まってない、26も若干決まってないけど、まあ、なんとかなるでしょう、精神でいってます。肉まんはお好きですか？肉まん好きよ、なんか中学生の頃毎日肉まん食べてた。メール来た？おー、よかった。そう、中学生の頃は毎日毎日肉まん食べてました。肉まん大好きすぎて、マジ冬と言ったら肉まんやろみたいな感じで毎日肉まんチンして肉まんを食べて過ごしてました。そうそうなんですよ、肉まん。でもピザまんも好きやけど、スーパーで何個入りで売ってるやつは一番肉まんが美味しくて、一番肉まんをよく食べてましたね。うんうん、そう、一番肉まんがあのチンのやつでは好きで、コンビニに売ってるやつはピザまんがいっちゃん好きかな。うん、ピザまんか肉まんかが好きかな多分。なんか最新のやつとか出てたりとかするやん、やったら分からんけど、王道の中でって言うとピザまんかな。あんこね、そう、あんこね苦手なんですよ。食べれないわけじゃないんですけど、得意かって言ったら得意ではない。うん、全然食べれますけど、食べますけど、なんかお金を払って、じゃあピザマンか、ピザマンかあんまんかって言われたら、ピザマンを選ぶよねって感じ。そう、そうそう、そう、美味しくない？私も大好きなんです、ピザマンが。うん、ピザが好きやからね。ポケモンパンとかあるもんね、ポケモンパン。今週のジャンプの付録、虎杖&お骨特製クリアファイルと劇場版キービジュアルポスターとお骨くんのゼロポスターと切手風シールだって。そうなの？そんなバナナなんだけど、マジだ。うん、
ジャンプってさ、いくらぐらいするんだろうね。あ、580円なんや。本体価格527円、消費税か。へえ、今ジャンプって何が連載してるのかちょっと分からない。この表紙は何ですか。誰の、なんていうやつですか。これは分かりません。ちょっと知らないな。可愛い絵やけど、なんか少女漫画みたい。映画ね、おもろいんかな。ギャグ漫画とかやないんかな。ちょっと分からんな。少女漫画見ないからな。青の箱、青の箱っていうアニメなんだね。アニメじゃないわ、漫画なんだね。あ、あー、そうなんだね。ジャンプは買ってないですよ。買ってない買ってない。私は読みたいやつだけ単行本で買ってるので、ジャンプは買ってないです。青のエクソシスト、あ、青のエクソシスト、あれ青のエクソシストって読むんだよね。違うっけ。愛し悪魔のさ、あれだよね。うん、見た見た。京都なんちゃら編となんちゃら編みたいなのあるよね。アニメ見たよ全部。お兄ちゃんと弟だよね。今日のマガジンはみんな大好きマイキーが表紙だね、だって。マイキーが表紙だったんだ。そうなんだね。あのいうのは青のエクソシストだったら一番あの曲が好きです。一滴の影響だったっけな。曲出てこんけど、歌出てくんのにタイトル出てこないけど、あ、合ってるかな。合ってる。スーパーワールドさんの曲なんだけど、この曲めちゃくちゃ好きなんですよ私。めっちゃいい曲じゃない。ね、めっちゃいい曲ですよね。すごい好きなんですよ私この曲が。そうめちゃくちゃ好きなんですよこれは。いい曲。ちなみに青のエクソシストを見る前に私はこの曲を知って、逆に青のエクソシストを見出してから、あ、え、この曲、あ、そうなんや、アニメのあのなんていうのテーマ曲になっててんやって知りました。そう、コメント動いてる？
動いてるらしい。よかった。よしよし、もう目がしゃばるわ。なんかある人なんかある人、ラッパーみたい。ありがとう。ラップ一丁もできんけどね。ラップ全くできないですよ。てか早口言葉無理やし、口回らんから基本的に。あ、ラップは無理。いや、やりたいな。ラップインフメンシ、いや、むずいよな、ラップって。マジで頭いい人じゃないとできん。よう言い踏めるわ。てか言葉のボキャブラリーがすごい、シンプルに。そう、え、眠くないよ。コメントがないからちょっと話すことないな思って、ちょっとネタもなんかめっちゃなんかないかな思って、いいツイッター見たけど何もなかった。私それこそめっちゃ好きや、ボカロとかすごい好きやから、あの口回らへんから歌わへんけど、なんか普通にすごい自分が好きな曲でめっちゃね、あれが好きなんよ。ちょっとあの曲調べるわ、待ってよ。なんだっけ、 O2 だっけ、違うな。いや合ってるかもしれん。O2 だ、正解。イエーイ、あっとったよ。オレンジレンジさんのね、この O2 がね、私の大好きなコンドギアスのあの歌だったんですけど、これがすごく好きなんですけど、あのね、歌えないです。このね、ここここ、何万年何億年前からのメッセージが体内でうずき出す、鳴り響く。これでも口が回りません、私は。はい、めっちゃ回りません。でもここなんですよ。うん、いや、このね、若干のラップのね、行だけマジで歌えんこの曲めっちゃ好きなんやけど、このラップの行だけマジで歌えん。そう、最後のさ、最後のさ、この行最後好きやな。儚く消えるこ、儚く消えてなくなることさえ怖くないってとこ好き。
歌えんけどさ、あの歌ったらバンされるから歌われへんけど、 AKB の曲じゃないから歌われへんけど、あのここのねすごく好きなんですよ。あとさ、奪い去るのとかあるやん。どこやっけ、ほら、溢れる君の涙、僕が今奪い去る、ここも好き、良いよね、すごく好きです。あとね、いっぱいあるんだけど、ちょっとあの何タイトル出てこないっすタイトル出てこないんです。そう、なんかね、いろんなアニメのやつってあるんですけど、あとシンプルにボカロとかもすごく好きやから、あのでも口が回らないんですけどあとボカロに関してはあのシンプルにあの音が出ませんそんな高いキーが出ませんってなっちゃうくて、ちょっと歌えないんですけど、でもすごく好きなんでめちゃくちゃ聴くは聴きます。そう、なんか最近 TikTok とかでもよく踊ってたりするやん、みんな。そうなのよね。そうね、うん、ね、そう、 TikTok ね、うん、どうしようって感じいやー、しようかなーとかって思って、まあ一向にやってませんけど、思ってるだけです、いつも。そう、 TikTok はよく見ます。歌ってるよね、普通に。あの音楽、まあ、YouTube とかでさ上げてるじゃないですか。それでね、おお、すごいって、なんだ TikTok、 何が最近流行ってんのか分かんないです。何、ちょっと前とかだったら何が流行ってたの、踊ってみた。あ、あれじゃない、最近よく見るよ、こやつ、ハッピーハッピー、トゥ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 、よく見ん最近、めっちゃ見るよな、みんなやってるこれ、チルドレンのやつやろ。うん、そう、でこの間見てたらな、ミャオさん出てきたで、おすすめでミャオさん出てきた、おすすめで。そう、それとかちょっと前とかやったら、それこそフォニー、ちょっとダンスわからんけど、
ちょっとダンス出てこんかったわ。うんとか言ったけど。あれ。そう。あーね、あはいはいはい、あれさ、どっかだっけな、海外のフェスの時のイクミが TikTok 上げてるやつですよね。そのゆいゆいとゆいなとあの小田が映ってるやつね。でターンこういうやつでしょ、助けたね、うん、そうこういうやつ違うな、謎謎ってやつ、こういうこんなちょっとわかんねえ。あと最近ちょっと前、あんま最近見んけど、ちょっと前とかによく見よったんは、あと何が流行ってんの、あのあれ曲名が出てこんな、ちょっと待ってよ、調べよう。あそのままだったわ、紙っぽいなってやつ、このやつ知らん、うん、はあ嘘でしょ、強く見るんだけど、聞いてみて、髪っぽいな、普通に好きなんだ、またダンス忘れた、なんかこの IQ が下がっていく感じのこの振りみたいなかしらけど、それもよく見ます。そう、あとはちょっと前だったらなんだっけ、あ合ってたわ、あとエゴロック、これもよく、それこそエゴロック確かね、おすすめに横ちゃんの出てきたんだよね、踊ってるやつ。そうエグロックさ、このさ、何 PV でも踊ってるじゃん、あれがその手振りのやつでね、なってて、そうちょっとむずくて踊れないんだけど、なんかこのやつバイバイバイみたいなやつ、知らないみんな、あの歌も好き普通に。そうなんか普通にさ、よく聞いてるか知らんけど、おすすめにいろんなの出てくるからね。でもいっぱいいろんな人が歌ってたりとか聞いてたりとかするんかな、分からんけど、よく出てくるんだよね。ああーこれ TikTok でやってるよねみんなみたいな。そうコーラ、あれかアーノド乾いたーってやつやな、こういうやつや、やつよね、それさちょっと前じゃない、もうあんま見ないんだけど最近やってる人。TikTok なー、いやーちょっとなー、あー悟空とベジータな、こいつでしょ、あれもめっちゃ一時すごい、めっちゃみんなやってたな、めっちゃみんなやっとったよね、もうなんか誰見てもみんなやっとんだけどって思って、二人ペアになってで、なんか本家っていうか、なんかそれをなんかやっとった人のなんかに真似をするみたいな、なんかすごいやつとかもよく見た。そう流行ってんね、何が流行ってんの最近わからない。あとさ、なんかさこいつちゃちゃ見てや、あれ何しようか全然わからないけど、なんかよくわからんけど、なんかとりあえず音がなんかすごい、なんかすごい なんとも言えへん撮り方のやつやんな。そうそうそう、あれもさちょっと前からよく見ん、なんよく見るような、いろんな人やってるわ。そう
そんな感じ。まあ見るだけでアカウント持ってないですけどアカウントも入ってないです、作ってないです。最近街で女子高生の TikTok 撮ってんのよく見ます。そうなんだ。でも確かに外で撮ってる人とかいるもんね、普通に。すごい。インスタ見てますって、ありがとう。ひーちゃんの見た、あーあれでしょ、あのこういうやつでしょ、こういう可愛かった、ひーちゃんのアイブさんのやつだっけ。違う、それじゃなくて、はじめまして、こんにちは、だって。あ、こんばんは、はつみさん。すごかったね、なんか秒殺ですごいいいね数がすごかったよ。もう普通にすぐ K 言っとったわ、秒で K やった。もみなが見た時はもうすごい K ついとった。さすが、なんだっけ、なんかひーちゃん一時めっちゃあげとったよな、ご飯食べてのあのなんか音源、なんやったっけ、なんかこの間ゆいゆいもそれで撮っとったんよな。つまりいろんな曲が頭を回りすぎて全然曲出てこんけど、あ、そうそう、それ、あっ、トゥルルチャトゥルチャチャチャ、そう、これあれゆいゆいもあげとったし、ひーちゃんも一時何個かあれの曲で投稿してた気がする。なんか目玉焼きみたいなの食べたりとか、なんかいろんなの食べて踊りよった。そうそう、あ、そう、それ今曲がもう出てきたよ、出てきたそう、そう。でも結構おすすめでね、メンバーめっちゃよく出てくるんですよ、たまに。そう、いやシンプルに多分メンバーが上げた TikTok を見てるからやと思うんですけど多分そうなんですけど、そう出てくる出てくる、ひーちゃんとか結構よこちゃんとかはよく出てくるかもしれん。うん、そういやさ、ちょっと若干前じゃないそれはな、うん、こういうやつでしょ。でも歌好きよ、普通に聴きよったもん自分も、うん、ねー、なんかすごいよね、ほんとあのさ、流行ってる流行ってるこの循環がね、流行りってすごいなと思う。シュン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 って感じ。なんかさあったよね、 TikTok のなんかさ授賞式みたいな、なんか流行ったあの歌みたいな、なんかニュースで見たわ。そういや、まあそんな感じで1時間経ったから終了したいと思います。ランキング間違えた。10位みおいさん、12位カズさん、11位ヤングさん、10位マックセットさん、9位カトシンさん、7位ゼリーさん、6位シンドさん、5位ナーニャカミオシさん、5位岡谷さん、4位ワイマツさん、
わ、ありがとう。25巻送りますだって、楽しみにしております。3位ナッティさんに近いシーさん、そして今日の第1位はロバさんです。祝勝。はい、というわけで、まあなんかサンタさんの違うクリスマスの配信みたいなやつは25日にしようかなって思ってて、なので25日お話し会があるんですけど、まあ、お話し会終わって夜ですねに、クリスマス配信を、しようと思っているので、まあ、皆さん楽しみにしておいてください。はい、24日は劇場がありますんでね、劇場来てくださる方はねクリスマス、でもさ24日とかやんな、実際さカップルとかがさ一緒に過ごしてんのちゃうっけ。25なんかいな、イブから、イブからからからってなんやねん。一緒夜じゃん。あ、よう分からへんけど、なんかそうらしい。だいみんなよかったね。今年はゆいなちゃんはクリモッチじゃありません。24日劇場、25お話し会ということで、イエーイ、クリモッチじゃない、嬉しいということで、とっても嬉しいです。マジで昔ほんと虚しくクリスマス一人でケーキ買ってなんかショールームで食べてた思い出あるからな、マジで虚しかったわ。ほんとこれこそ、これこそクリぼっちやなとか思って。今年も仕事が入ってるので嬉しいです。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また、明日のショールームで、お会いしましょう。バイバーイ。